こんにちは。あらゆる山に友達を、ジンアンです。今回は日本百名山の一つ、奈良県の八甲ヶ岳に行ってきました。今回も初対面の人と一緒に行ってきました。この動画を見ることによって、八甲ヶ岳のおすすめの楽しみ方がわかります。どこから登ればいいとか、タイムスケジュールはなど、めっちゃわかりやすくまとめてますので、ぜひ最後まで見てください。また今回僕らペース配分をミスってしまって、下山で真っ暗になってしまいました。真っ暗闇の八甲ヶ岳、マジで怖いです。あなたが同じような失敗をしないためにも、安全に登山するためのポイントもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。今後も登山に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では八甲ヶ岳に行ってきます。まずは奈良県の下市口駅から業者帰りトンネル西口の登山口まで車で行きます。そこから消防の宿跡を通って御仙小屋まで行きます。その後に八甲ヶ岳山頂に行き、ピストンで登山口まで戻ってくるルートとなっております。これが今回ご紹介する八甲ヶ岳一押しのルートです。今回も簡単な山ご飯にチャレンジしております。八甲ヶ岳のおすすめのポイントや危険なポイントについては後ほどご説明します。では実際に山に行ってきた時の様子をキュッとした動画でご覧ください。ではどうぞ。めっちゃいい天気やん。やば、テンション上がる。え、これ対向車も来るんですか、これ。ええー、狭こっから世界遺産。登山ボックスこれです。八甲ヶ岳行くぞ、イエーイ。スタートです、イエーイ。いいね、いいね。なんか雰囲気めっちゃいいね。本当山によって全然違うよね、なんかね、景色が。景色っていうか、道。どんぐり。色づいてて、秋っぽい山道ですね。秋の登山道って感じで。ね、いいですね。いいですね。なんか景色綺麗やね。お、来た。奥なんちゃら出会い。来ましたぞ。あ、めっちゃいいこれね。そっから2時間。いや、稜線でしたっけ。綺麗、超綺麗、すごい綺麗です。あ、めっちゃいい。あれ山頂らしいです。あそこに行くんですか。うん、あれあれ山頂です。これが高い山にしかないんですか。うん、高い山ってこれ読む。この落ち葉もね、秋だね、超秋。いや、なんかマジ道いいっすね、このなんか 秋感すごくない。あ、弁天の森、弁天の森来ました。あの山登るらしいです。やば、すごね。若干分かりにくい。今日なんちゃら来た、来ました。今日なんちゃら、誰かが
顔作ってる。ねえ、かわいい。この景色もいいですね。どんどん上がってきましたが、めっちゃ綺麗。この階段登ったら山頂です。おー、すごい綺麗。おお、すごい。こんにちは。超綺麗。おお、すげえ綺麗。やばい、めっちゃ綺麗です。すっげえ綺麗、絶景です。すごい。2500焼きました。めっちゃ綺麗。お疲れです。すごい綺麗。到着。すごい。2000でかい。ねえ。でかいです。2000。2000小屋探索中。登山バッジ。登山バッジとかあるんや。伊吹山で買いました。あ、そう。あるんや。ねえ、ねえ、大台ヶ原っぽいところ行ったことないけど。小山レンゲ保全なんちゃらです。ここを開けて、うん、かわいい。こんにちは。ねえ、すげえ、超綺麗。景色持ってくれ。ね、もうすぐ多分そこ山頂です。山頂来ました。発狂ヶ岳来ました。イエーイ。発狂ヶ岳の景色です。ね、お札もなんかすごいね。乾杯。お疲れさんです。あ、うまコーラ、うまコーラ、うまこれがね、あ、こいつだけで味付けされるんで、はい、なんか調味料とか別なくてもこれでいい感じ。トマトとね、緑と前もね、前もだったよね、そういや飛び出るっていう。すごい、ちょっと飛び出る、水を使うと焦げても美味しいですよ。ねえ、いいよね。これもなんか色合いいいなと思って、やったことない。いや、これずっとやってみたかったんですよ。ああ、いい。ちょっと映えるから撮ってもらおうと。いや、いいなと思って。おお。おお、こっちも。めっちゃ切り入ってきました。ねえ、キリもキリで綺麗。ねえ、綺麗だね。こっから2000山頂5分つってたね。
ちょっと行く時間なくなりましたね。下山スタートでーす。霧山これはやばい、これは急やばい。なんかしかも細いじゃないねえ、頑張れゆりって霧です、すごい、イエーイ、霧早く下山しな、やばい下山しまーす日が暮れるどんどん下ります。帰ってきた、消防のなんちゃら。お、晴れてるやんち。すげえもりもり。食べれるかわからんけど。なんちゃらで来ました。今5時ぐらいです。あと30分で日暮れます。やばい時間。出会いです。やばい。うん。上から見ると結構急やな。出会いから出口まで中間です。今5時20分です。やばい、暗くなるぞマジで急げ、やばい。今5時半です。だいぶ暗くなってきました。ちょっとやばいので急いで帰ります。今5時45分ぐらいです。もう暗くなってきて結構ガチでやばいです。やっとこの橋に来ました。見えるかな、この橋。見えないですね。ではまずは八京ヶ岳のおすすめのポイントを2つご紹介します。1つ目は360度見渡せる素晴らしい眺望です。八京ヶ岳は1915メートルと近畿最高峰の高さを誇ります。日本百名山の一つでもあり、この山々が連なるこの景色はもう最高です。この山奥にあって高い山だからこそ見れるこの景色は本当におすすめです。2つ目は気持ちの良い稜線歩きです。最初の登山口から奥掛道出会いというポイントまでは急登で結構歩くのきついんですが、そこを越えてからのこの稜線がめちゃくちゃ綺麗です。景色も綺麗ですし歩きやすいので、すごいこう山を楽しみながら歩けるというのがおすすめです。山深い自然を感じながら世界遺産を歩くってなんか風情があっていいですよね。また今回10月に登ってきたんですが、紅葉を感じることができて、その季節を感じるっていうのもすごい良かったです。また山頂の近くには二千小屋という綺麗な山小屋があります。テーブルやトイレもあるので安心です。飲み物も売ってるのでめちゃくちゃありがたいです。八京ヶ岳本当に素敵な山ですので、ぜひ一度は行ってみてください。では最後に、僕らが失敗した知らないと危険な八京ヶ岳のポイントについてお伝えして終わります。その前にお知らせです。僕は山に行きたいけど一緒に行ける人が周りにいないとか、山の楽しみ方がわからないという人が山に行けるきっかけを作れたらなと思っております。そのため山に詳しい人と山に行きたい人をつなげて、気軽に山を楽しめるサービスを作りたいと思っています。なぜそう思っているのかというと、僕はあらゆる山を起点に人が緩やかにつながれる仕組みを作りたいと思っているからです。僕は社会人がもっと気軽にサードプレイス、家族や職場以外に居心地の良い第三のコミュニティができる仕組みを作りたいと思っています。そのために山のサービスを作れたらなと思っております。そうすることで人が前向きに生きられる世界にできると信じています。その一歩として、まずは多くの山好きの人の声を聞きたいです。登山に関する悩みや課題などあればぜひ教えてください。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。また今後も登山に役立つ情報を発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録もよろしくお願いします。これからも皆さんの登山の一歩につながる動画をアップしていきます。忘れずにお願いします。
では最後に知らないと危険な八経ヶ岳のポイントについて3つご紹介します。3つもあるんかいと思うと思いますが、はい、あります。1つ目はスマホの電波がほとんどないです。今回焦ったことがあったんですが、登山口まで来てヤマップ使おうとしたら使えないという事態に陥りました。インターネットが接続されてませんって出て使えなくてめちゃくちゃ焦りました。八経ヶ岳は比較的登山道分かりやすくなってるんですが、ところどころ道迷いしやすいポイントがあります。なのでヤマップ使えないと本当に危険です。アプリを 2,3 回起動し直したらヤマップ使えましたので、もし同じ現象になってしまったらぜひヤマップ使えるまで何度もチャレンジしてみてください。あと紙地図も持参していくことをお勧めします。もしヤマップの使い方がわからないという方がいらっしゃいましたら、こちらの動画でヤマップの使い方わかりやすく説明してますので、合わせてご覧ください。概要欄のリンクにも貼っておきます。2つ目は道に迷うと本当に危険です。八経ヶ岳行ってもらったらわかるんですが、大峰山脈の高い山々の中にあります。めっちゃ山奥にあるので、ここで迷ったらマジでやばいなというのが恐怖を覚えます。特に今回下山で真っ暗闇になってしまったので、間違った方向に行ってしまうとマジで帰ってこれないです。人も少ないし、スマホの電波もつながらないので本当に気をつけてほしいです。普通に正規ルートを歩く分にはそこまで難易度高くないんですが、道に迷ってしまうとマジで危険っていうのがこの八経ヶ岳の怖さかなというふうに思いました。あと登山計画書については絶対に出してほしいです。万が一遭難した時に発見されにくくなってしまいますし、何より家族にもめちゃくちゃ迷惑がかかります。ヤマップでたった3分で登山計画書を提出することができます。ヤマップの登山計画書の作り方については次の動画でアップしようと思ってますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらなと思います。3つ目は登山口まではタクシーではなく車で行こうです。今回タクシーで行くか車で行くかめっちゃ迷いました。ネットとかで調べてみるとタクシーでも行けるよって書いてあるんですが、僕は絶対車で行くべきだと思います。理由はスマホの電波が届かないからです。タクシーで行く場合は行きも帰りもタクシーを予約しないといけません。ただ八経ヶ岳結構道のりあるのでコースタイムも読みにくいです。帰りのタクシー予約して間に合わなかったとなったら帰れなくなるので、それは危険です。実際僕らも想定していた時間よりも1時間以上遅くなってしまったので、もし帰りのタクシー予約してたら乗れなかったかもなとめちゃくちゃヒヤッとしました。このスマホの電波もつながらないので再度タクシーを呼ぶこともできないですし、登山口から町までもめちゃくちゃ遠いので歩いていくのはちょっとしんどいです。もう下手したら登山口で一晩過ごさないといけないのかなと本当に危険ですので、ぜひレンタカーなど借りて車で行くようにしてください。あともし大阪や兵庫などに住んでいて電車の始発で行ってそこから最寄り駅からタクシー乗ろうと思っている人がいるなら、それもお勧めしません。僕も大阪に住んでるんですが、電車の始発で行っても下市口駅に着くのは早くて朝の8時頃になってしまいます。そこからタクシーで登山口まで行くと、もう登山開始が9時ぐらいになるので、これではちょっと遅すぎます。夏場であればまだ間に合うかもしれませんが、秋であれば9時スタートというのは遅いです。できれば朝7時頃からスタートしたいので、そういう意味でも公共交通機関で行くのは難しいかなというところで車をお勧めします。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。もし役に立ったよ、面白かったよと、思ってくださった方は高評価コメントしていただけると非常に嬉しいです。八経ヶ岳最後に危険なポイントをお伝えして怖がらせてしまいましたが、しっかり対策して登ればマジでめちゃくちゃいい山です。気持ちの良い稜線歩きであったり360度パノラマの大絶景であったりと本当におすすめですので、ぜひ八経ヶ岳行ってみてください。
これからも一生懸命動画を作っていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。